ジェームズ・エルロイ・ジェームズ・エルロイはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の小説家。本名は D.R. エルロイ。特に犯罪小説で知られている。アメリカの暗部をえぐる時代描写、必要最小限まで説明を省く伝文体のスタイルに特徴がある。その作風からアメリカ文学界の狂言とも呼ばれている。10歳の時。 看護師だった母が何者かに殺害される。その後、父親に引き取られるが、17歳の時に父親も死去する。高校中退後、空き家に住んだり、下着泥棒をしたり、ドラッグの売人をしたりして過ごす。アルコール中毒で入院したこともある。20代の後半に文学に目覚め、小説を書き始める。母の死について、エルロイが独自に調査を重ねた手記は、 我が母なる暗黒として出版されている。1987年、ブラックダリア事件を題材にした、ブラックダリアで注目を浴びる。同作は、ブライアン・デ・パルマ監督が2006年に、同米で映画化した。ブラックダリアを皮切りとした、暗黒の LA4 部作を発表する。LA コンフィデンシャルは、カーティス・ハンソンの手によって映画化され、タイタニックにアカデミー賞の票を奪われるも、 犯罪映画の加作として評価された。第4部にあたるホワイトジャズはジョーカー・アーナハン監督によって映画化企画が進められている。小説以外にも映画原案としてカートラッセル主演のダークスティール、キアヌ・リーブス主演のフェイクしてある男のルールを手掛けている。暗黒の LA4 部作完成後はアンダーワールド USA3 部作に取り掛かる。 1960年代のケネディ政権とマフィアの暗躍を巨実な内マぜに滑車した第一部アメリカンタブロイドを発表。2001年に第二部アメリカンデストリップを発表。第三部アンダーワールド USA ブラッド SL オーバーが2009年9月に出版された。身長185センチメートルの大柄。2006年ヘレン・ノードと2度目の離婚をした。 カンザス州在住、ありがとうございます。